考えてみたことはありますか？エレガントであることも競技の一部である。1970年代、一人の若者が赤と青の色が入った一着のフィラを着て全仏オープンに出場しました。人々はそれを見て戸惑い、顔を見合わせました。当時は伝統的な真っ白のユニフォームがテニスのエレガントさを象徴していると考えられていました。しかし、この若者は一着のフィラでそれまでのエレガントの定義に挑戦しました。そして彼は最後まで勝ち抜き、自分の時代を切り開きました。世界に伝えたい、エレガントは一色だけじゃない。